おはようございます。茂出木耕作海空研究所朝礼、今日はですね11時からスタートでございます。今日は12月11日、ちょっとね、先ほどまで娘のスイミングスクールの、付き添うほど一人ですぐ行けるんですけど、久しぶりだったんでちょっと見てこようかなと思って、そうだった、ご挨拶を忘れておりました。砂塚森田さん、おはようございます。森本あかりさん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。寺石ゆかさん、おはようございます。いよいよ来週ね、自習練習会海浜幕張で楽しみにしてますね。怪我とか大丈夫ですかね、具合は。コンディション整えておいてもらえればなと思います。中村修平さん、おはようございます。今日はね、少年野球のご指導でしょうか。山田友人さん、おはようございます。中島明さん、おはようございます。昨日はね、三重練習会、前君もそうですけど本当にお疲れ様でした。昨日ね、いろいろお話聞きましたけど、本当に良かったですね。前君が大阪から三重に一人でやってきて、帰り、散々二人でね、その練習会で走った後、帰りは二人で電車で帰るという、いや、羨ましかったですね。昨日のね、アキラチャンネルで喋ってましたけど、昨日のはさ、その、もやってましたけど、どうでもいい話を今までしてたのに、昨日のはなんかすごい、どうでもよくないって言ったらいいですけど、普通のちゃんとした話をしてて、聞いてて、なんていうか、中身がある話って言ったら、失礼なんですけど、今まで本当に中身見なかったなと思って。いや、だから逆にさ、なんかその真面目に喋れば喋るほどさ、その何真面目に喋ってんだよっていう感じで逆に笑っちゃうっていう。これどうしたらいいんですか。アキラさんが喋るとさ、どうでもよくても笑っちゃうし、真面目に普通に中身のあること喋っても、いや真面目に喋んじゃねえよっていう。どう書いても笑ってしまうんですけど、どうしたらいいんですかこれ。なんかさ、いや、サイクリングの試行錯誤の話、いや素晴らしい話なんですよ。なんていうか、こうだろう、こうかなと思った、自分なりの仮説というのか、こうなんていうんですかね、こうかなと思って言語化して、で、それを講師に持ってって戸川君にぶつけてみて、実際にはもうちょっとこうですっていう話をこうやり取りして、あ、やっぱこっちなんだみたいな、その往復でクオリティって上がっていくものだと思うんですよ。それって動きのクオリティもそうですけど、なんですけど、言語化のクオリティも多分そこの往復でめちゃくちゃ上がると思うんですよね。だからまず、なんか一回間違えるってすげえ大事なステップだし、それは動きとしても言語化としても、なんていうのかな、考え方としてもそうだと思うんですけど、めちゃくちゃいい話だったんだけど、なんかもう日頃のどうでもいい話の振りが効きすぎてて、ちょっと真面目な話されるともうめちゃくちゃ笑っちゃうっていう。めちゃくちゃ真面目に喋ってるじゃんっていうのが笑けてしょうがないですけど、これ僕だけですかね。なんでなんだろうな。前君は本当にいい子で、いや真面目に喋っちゃうな、もう吹き出しちゃうんですよね。いや、すごい、何、いいお父さんみたいな感じで喋ってますけど、え、これアキラチャンネルでしたっけみたいな感じで、めちゃめちゃ、なんか俺だけなのかな、なんかすげえツボっちゃって、ほんと失礼なこと言ってます、ごめんなさい。アキラさん、真面目にちゃんと話した時に、それをね、ニヤニヤしちゃうとか、ちゃんとした話を、中身のある話をしただけで笑っちゃうとかね、
本当良くないなって思ったんです。あの、だってね、バカにしてるってことじゃないっていうね、思われちゃうかなと思うんですけど。いや、本当にね、ごめんなさい。バカにしてます。完全に。これは完全にバカにしてますね、僕はね。だってもう本当面白くて。なんだろうな、いや、その娘のね、さっきまでプールの付き添いで見学してたんですけど、その時に聞いてたんですよ。で、まあ、ありだまって、あの親御さんみんな来てるんですけど、みんなだまっておしゃべりもせずに、あのみんな自分のお子さんだけにこう視点を合わせてですね、あのしっかり見学されてるのに、俺だけなんかもう笑いがこらえられなくて、いや俺バカにしとるなキラオみたいな感じだった。もう本当にね、面白かった、面白かったって、面白かったって、本当に何のフォローにもなってないんですけど、フォローする気もないっていうことで、あの次回もまた期待しております。いや本当にね、でもね、まあ単純にそのゼン君と2人で電車に乗って帰るとか羨ましいです。あのどんなに素敵な時間だったろうだろうとね、あの思いますよ。あの練習会でね、あのいろんな子たち見て、いろんな学びを得て、自分自身もちゃんと実践して、でサイクリングに関する理解を深めて、最高の一日を過ごした後に、ゼンと二人で近鉄特急を乗って帰る、いや素晴らしい車内のね、こう時間だったんだろうなって、羨ましいです。あのいや、いいなと思いました。で、そので、同じことをゼン君も、ゼン君の放送で言ってた最初で、俺ゼンの話ってさ、普段 4,5 分じゃないですか。あのだけど昨日本当に楽しかったんでしょうね。もう20分ぐらいずっとその喋ってて、で、まあ、あのいろいろ喋ってんだけど、結局昨日20分間全が何を喋ってたかっていうと、あのキラッキラしてる大人はめちゃくちゃかっこいいっていうことを喋ってるわけですよ。和田校長最高と、うん、天寿すげえって話になって、まあね、そんな中の締めくくりとしてさ、最後にアキラさんと一緒に帰って、アキラさんもほんと最高だなってなって終わってるわけじゃないですか。なんかもうほんとこんな美しい話ありますかっていうねぐらい、なんかまあ善も素晴らしいんだけど、やっぱさ、そのアキラさんもさ、その練習会においては講師でもないし、なんていうの、まあいわゆるスターとなる土台舞台にこう上がっている大人ではないわけじゃん。一、まあ、スタッフというかお手伝いでもあるでしょうし、参加者でもあるでしょうし、まあなんていうか、こうちょっと離れた外側から見たら、まあ脇役というか、陰で支える立場の人というか、で陰で支える人も大事だよねではなく、全区にとってはあのキラッキラ輝いとる大人の一人であったっていうことがさ、あの昨日のね、全くんの放送ではさ、すげえこう証明されてたっていうか、あの昨日までね、全くんの言ってる花丸学習会のさ、高間先生の話と教育の話と、ああ全ママの教育ってだからこんなに、なんだろう、俺らがこう見事だなって思う感じって、こういろいろこう結びついて、こう
納得したものがあったんですけど、でもそれそのじゃあ善くんのママだけの話かって言ったらそうじゃなくて、親子関係だけじゃなくてさ、周りにいる一人のまあ他人っちゃ他人なわけですよ、あきらさんはね。だけどまあ一人の他人だけど、まあたまたま何かの縁で知り合った大人がキラキラしとると、これはめちゃくちゃ教育上大事だなっていうことを思いましたね。早く大人、あんなかっこいい素敵な大人になりたいなって善に思わせる要素がこう周りにどれぐらいあるかってことだと思うんですよね。じゃあ成長して、成長するためにまあどんな勉強が必要なのか自分で考えて、こういう勉強が必要なんじゃないかとか、まあこういうトレーニングが必要なんじゃないかとか、こういう集団行動での協力を一緒にするってどういうことなのかとか、まあ友達とぶつかったらどうやってこう折り合いをつけるのかとか、それ全部こう善にとってはキラッキラした大人になるためには、あ、必要だなっていうきっかけを与えるスターですよね。だからあきらさんはあきらさんでこういろいろ抱えて問題もあれば、悩みが全くなく生きてるわけじゃないわけですけど、だけど素敵やんって小学校4年生に思われたら勝ちですよね。いや本当になんかそのあきらさんの真面目な話と、あのちょっと笑っちゃうぐらいおかしな紳士的なね真面目な話を聞いてニヤニヤしながらでも本当になんか完璧だなと思いましたよね。なんか善くんの放送と、まあ、ガチッと噛み合ってて、うん、だからそのお二人がスタンド FM で、音声配信をしててくれて本当よかったなと、うん、あんなこうなんていうか、あれ怒ってたとしても今まで世の中に出てなかったと思うわけ。ああいうことってあったと思うんですよ。子供が良い経験をして、で、あ、もっと成長したいなって思うきっかけとなる大人にこう触れてこういうふうに過ごしましたと、まあ、その1ページだと思うんですよ。で、まあ、そのものすごく人生をガラッと変える大きな話かって言ったらそうじゃないかもしれないですよね。近鉄特急に1時間乗ってましたっていう、それだけかもしれないじゃん。それはそうなんだけど、でもそれが全然バカにならないぐらいめちゃくちゃそのキラキラしてるわけですよいかに輝いてるかっていうのが善の話聞いてるとめちゃくちゃわかるじゃないですか。で、あれが世の中に出てなかったと思うんですよ、うん、で、まあ善くんがでかくなって将来あなたの人生ね、岐路として、何が人生を変えましたかみたいな話になった時に思い出すのはもっと大きな話で、もっと大きな挫折だったり、そこからもう一回チャレンジしたみたいな、その大きな話だと思うんですね。だから思い出せないぐらいささやかって言ったらささやかかなと思うんですけど、けど間違いなく重要なことだと思うんだよね。そのあきらちゃんがキラキラしとったとあきらちゃんがキラキラしとって隣に近鉄特急でさ座っててくれたと、まあたわいもない話をしたのかね、どんな話をしたか分かりませんけど、まあでも少なくともそれがすごく大事な時間だったことは、その2人の音声を両方聞いたらさ、2つとも独立した話だからね、お互い別に申し合わせたように言ってるわけじゃなくて、もう思ったこと、その日に起こったことで、印象に残ったことそのまま喋ってるわけじゃん。で、それがこうカチッと噛み合ってて、お互いこうキラキラしてたね、あの1時間って言ってるわけです、うん、あそこよ、あそこが俺は価値があると思ってるし、価値があるのに今まで世の中にはほぼ出たことがないという意味では
レア度はもっと高いっていうね。でもっと世にたくさん溢れた方がいいんじゃないかなって思ってる。なんてかというと、その大きな成功とか大きな起点とか、まあ、こういうのが人生変えましたとか、その成長のきっかけになりましたみたいな、あのなるほどね、素晴らしいなって思うんですけど、そこに至るまでのステップまあまああるじゃんっていうさその岐路に至るまでのステップまあまああるんだけど、その途中の2段目か3段目ぐらいでもう結構つまずくわけよ。でそれどうやって登っていくのっていう、その途中のステップが全然刻まれていないんだよね、情報としては、エピソードとして。それがあきらさんの音声とか善くんの音声にはすごくよく出てるなっていうか、もうほんとささやかな1ページなんだけど、その繰り返しだよねと、そのささやかな、あ素敵だなっていうことの繰り返しで、まあ大きな起点にたどり着いて、また大きなチャレンジになってっていうことだと思うんですよね。いや本当なんかどっちの話がいいっていう話じゃなくて、あのセットで、あこんなによくできたことが起こるんだなっていう、本当に素晴らしいなと思いましたね。で周平さんもさ、なんかそのまあ三重の練習会には周平さんは行ってないんだけど、時を同じくして、大人がさ集まって未来を考えて、少年少女、まあ子供に対して俺たちはどうやったらキラキラできるんだみたいなことを話し合ってさ、夜な夜な終電なくなるまで話し合って、飲みの帰りに、駅から自宅まで深夜にさ歩きながらもじもじ喋ってるんだけど、もじもじしてる割にはめちゃくちゃキラキラしとるやんというね。いや、なんだったらメラメラしてるなっていうさ、めちゃくちゃ強い意志を感じましたけど、まあその言ったらその畑先生と、中野祐介さんもオンラインスクール生ですけど、あと奈緒くんか、奈緒くんともう一人いらっしゃったのかな、その東京で、周平さんとみんなで集まってこんなことしたいよねと、うん、別に議題があって集まった会議には見えなかったけどね、畑先生が飲みたかったんだろうなっていう感じだったけどさ、いやでも集まれば必ず みんなさ、未来に向けて目線を上げて喋るっていうことが分かってるから呼べるんだと思うんですよ、畑先生も。畑先生ってこう誰でも呼ぶわけじゃないじゃん。なんで呼ぶ人決まってんですよ。で未来にこう向けて目線が上がってる人をなんていうか、年齢は関係なくね、奈緒くんは20代だし、中野さんも40代かね。で畑先生はその畑先生からしたら周平さん年上なわけですけど、まあ、でもなんか性別年年齢とか関係なくフラットに対話するためには目線のこう上がってる角度が一致してるっていうところを確約してないと安心して集まれないっていうの分かってんでしょうね。本能的に察知してんのか、理解して意図的にやってんのか。でまあ周平さんがさ、こう散々その話してこういうとこでは本音が出せると。でまあ先週はね、その仕事の出張先でいろんな思うことあって、思うように自分の本当に思ってるところをきちんと伝えるっていうのが難しいと感じてる場面もあって、でその対比がさ、まあ、同じ1週間の7日間の中に、起こって、この違いって何なんだろうっていうね、うん、
で、じゃあ信頼関係なのかっつったら、本音言えなくても信頼してること自体はあったりするわけですよ。完全に他人とかでもないし、大事には持ってないわけでもないし、信頼もしてる、プロフェッショナルとしてね、仕事上もだけど言えない関係があるよねと。で、これどういうことなんだろうなと、いう話に対してさ、砂塚さんがまあお見事な、もうお見事、さすがね、その目線の角度って僕先にさっき言っちゃいましたけど、それは完全に砂塚さんが言ってたコメントをそのまま言ってたんだけど、別に見上げる角度が一致してる人とは、結局本音を言おうとか言う前とか、ちょっとここは隠そうとか、そういう意識の前に言った言葉が全て結果本音になっちゃうんでしょうね。で、マネジメントとしてこう水平線に平行状態でこう維持する目線でものを考えて、まあ行動してっていう人の目線ってあると思うんですよ。で、まあ自分だってその物事によってはそういうふうに平行にこう維持するためのものの考え方をしていることってあると思うんですよ。日常生活とかそういうふうにやってると思う。で、そう思ってる人と、もっとこう、もっと良くしたい、こう、もう目指すべきものがこうかなりはっきり上の方にあって、あそこに向かって改善するには今このステップどういう風に刻む、どの角度で打ち上げて刻んでいくのがあそこに到達できるんだみたいな、こう目線で前提で理屈を考えて、そこに最適解はこうじゃないかって話そうとした時に合わないですよね合わないんだよね。そうするとなんか合わない、話が合わないっていう、話が合わないのか、もうそもそも目線が合ってないことに気づいてないんだけど、相手がいいと思う、こっちがいいと思うよっていうふうに返してくることと、こっちがこうしたらどうかなって発することがこうどんどんずれているっていう結果が積み上がってくると、これどうせ言っても違うだろうなと、相手にとっては、俺にとっては正解なんだけど、だから本音としてはさ、こうしたいとかこうした方がいいと思うとか、もっとこうしないかっていう話に、したいものがどん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 こう思いつくんだけど、でも相手がどう返してくるかももう見えてる状態だと、これ言ってもしょうがないよなっていうあ、診察中なんですね、お疲れ様です友人さんそう、だから本音が言えないんじゃないんだと思うんだよね。そうそうそう、砂塚さん見事やなと思った。本当に目線の見上げる角度がこう45度で上向いてんのか、マネジメントっていうのは平行に維持するだから、まあ0度ですよね。0度の角度でまっすぐ水平線を見てて、自分が倒れないためにはピタッと軸を安定させて動きませんよっていうことを前提にものを考えてて、それはその時点でさ、なんていうか出てくるアイデアが全然違うし、前提が全然違うし、そうするとお互いも、思いつくことが違うし、相手がこう自分の思いついたことに対して同意しなさそうなこともほぼ言う前から分かっちゃうと、まあだから本音が言えないとかじゃなくて、言ってもしょうがないになっちゃうんじゃないかな。その議題が揃ってない、ビジョンが揃ってない、パーパスが合ってない。パーパスっていうのはあれですね、目的、まあ作業上の目的とかっていうのはあると思うんですよ。作業上の到達点みたいなのは一致してるのかもしれないけど、それをどういう精度でとか、まあ、解像度上げていくといろいろあるんだと思うんですよね。より短い時間で迅速にやるということを良しとする目的もあるでしょうし、時間は最大ここまで伸びて良いので、その最大の時間を使っても最高の精度で細かく丁寧に絶対に間違いがないようにっていう風にものを進めるかで、目的多分全然違うじゃないですか。
でそこ一致してないけど作業を一緒にやろうだけ一致してて、じゃあその A さんと B さんで一緒に協力してやりましょうってなった時に A さんは早く終わらせたい、 B さんそのじゃあいかに早く終わらせるかに最適化したより良いアイデアとはこうであるっていう話をこういっぱい出してくる。で B さんはあのとにかくピカピカに完成度高くしたいと、で持ち時間の最大限をマックスまで使ってもいいから、あのそれのためには一番いい手って何だろうかって話を考えたら、まあ、A さんと B さん の目線全然違う上か下かでもないよね多分ね。そうするとなんかあの多分解像度を高く一緒に取り組む作業に対して、こういう風に成し遂げたいよねっていうところを握れているかどうかなのかもしれないですね。というのをね、なずかさんはお見事すぎるな、もうほんと参ったわ。あのコメント欄には参りました。今日のだからあのコメント欄はちょっと永久保存版だなと僕的にはテキストにして残しておく、あのなんかね PDF かなんかにして撮っておきたいぐらいね、素晴らしいやり取りだなと思いました。みんなねあの首もげるほどうなずいてましたもんね、清水さんとかもさなるほどやんで、ね、友人さんとかさそれやみたいな、だっていやなんかさすがやなと。でも砂塚さんご自身もね多分その、まあ、現場でいろいろ見てきた経験値からあのずれたりたまたま合っていたり、その数が多かった分だけ見えてきた着眼点なんでしょうね。いやだから本当にそうだな、やっぱり50代の方に1人いていただいたのはでかいですよね、若さのとしてはね。これまあだからその40代って言ったらまあまあのその仕事上の経験値としてはある方で言われたんですよね。こう僕にしても周平さんにしても友人さんもそうだし、全然やってる仕事の種類違いますけど、まあまあそこそこある方っていう、けどそんなになんていうかな、あの基本一通り見ましたよっていうことを悟りきってもいないというかさまあある程度葛藤しますよね。あのアキラさんもそうですけど、いろんな葛藤あるじゃないですか、上司もいて部下もいてぐらいな感じだとすると、それはそう当然さ、そのまあ間に挟まれるほどやような話ばかりじゃないかもしれないけど、まあでも基本そういう立ち位置で、なんていうか思いつく課題であったり葛藤であったりって大体まあ似通ってきますねっていう、その似通ってくるものを共有する価値と、一歩先にゆかさんとかさ、あの砂塚さんみたいにこう10年先に行ってて、あのちょっと違う時代の10年を先に見ているわけじゃないですか。そこからはもうじゃないと、そこからの目線じゃないと出てこないなと思いましたよね、明らかに。ああいうの年の子って言うんでしょうね。まあ年の子っていうにはなんかこうニュアンスとしてももうちょい上のイメージで僕はね持ってたけど、50には50の年、50の年の子があり、40には40の30に対する年の子がありってことなのかもしれないけど、そううまい具合にね、その清水さんも40代か、なんかそのちょうどいい具合にこう世代間で共有される、年の子と、ずれているこう 10歳ごとにこうちょっとずつずれてる経験値と、その時代を生きた自分のこう見た世界みたいなのがちょっとずつずれてるのが、わずか8人なんですけどね、
こんなにこう広がるかっていうぐらい厚みを感じたんだよね、あの周平さんの未来を話す時の音声に対する砂塚さんのレスポンスからの展開ね。いや深ーと思って、ほんと素晴らしいやりたいだなと思いましたね。ケンタさんも30代かな、ケンタさんとあかねさんが30代かで、まあ中心はあの清水さん、僕、周平さん、友人さん、あきらさんが40代で、50代に2人、めちゃくちゃ252の謎の夫人、サッカーでその夫人ねえかあの252の謎の夫人ですけど、あの面白いブロックを組んでおりますね、40代がね中盤にそんなに手とかするんだっていうでも面白いですね、なんかいい感じのバランスをかん、うん、今日視覚化されたよね、あのコメント欄でね、いや面白かったです、はいいやそうですね、まあ、特になんかメンバーさんの発信で思ったことを一通り話したら一区切りつけようかなと思ったんだけど、身内びいきを僕あんまりそういえばしてなかったなとそろそろ一個しますあの昨日妻がママ友の飲み会に行ってきて、まあ僕その妻がママ友の飲み会に行くのが好きなんですよこれ別に妻の自慢とかじゃないんだけど、でもなんかあの何なんですかね、でこれは何が好きかというと、ママ友の飲み会でどうやらめちゃくちゃそのまあ、ママ友もいろんな層がいるからさ、その小学校の時のとか保育園の時のとか中学校の上の娘のママ友と長男の真ん中の子のママ友と、まあいろいろね、その高校受験のタイミングだとか、上の娘の場合だと、まあ、部活だとかまあありますよね、その話題がそれぞれ違うじゃないですか、でそれをこう飲み会でうちの妻は結構そのママ友のどのコミュニティに入っても基本聞き役聞き手に回るタイプなんでしょうね、だからもうなんかこうあの人がこれを言ってたのを全部ちゃんと聞いてるわけですよ、その喋り手に回せたらこんなに聞き取れないだろうなっていうことをかなり収集して帰ってくるんで、その話が僕大好きなんですねだからってのが飲み会に行くのが楽しみでしょうね毎回まあだからでも聞いたところでこのなんていうエピソードでもないんだけど、なんだろうな、でもその世のいろんなママたちが、まあ、僕もさ知ってる子だったりするわけですよ、みんなね、あいつ今こんなことやってんだとか、ちょっとここで挫折して今こういうところに道を変えたんだとか、まあいろんなねそのライフストーリーがあるわけじゃないですか、それをこうお母さんってさちゃんと事細かに喋ってくれてると思うんだよ、その飲み会の中で、で僕がその飲み会に行ったら多分あんまりちゃんと聞けないと思うんですよそのだけどママ友同士で、話してる時に事細かに共感も交えて、すごく気持ちよくねお互い喋っているのを妻が全部聞いてそれを僕に教えてくれるっていうのがなんていうのかな、あれほどこう密度の濃いこう情報がないっていうかねいやたわいもないっちゃたわいもないかもしれないけど、あなるほどそうなんだ
なるほどそうなんだっていう話しかない。そんなびっくりみたいなことは基本ないんだけどね。でもそのママの視点でこうなんだなというのをすごく深く理解するにはもうこれ最高だなと思ってるっていう。自分の妻がママ友の飲み会に出かけて行ってしっかり聞いて、そのやっぱり共感するポイントも一致してるからこそ記憶が強いんだと思うんですよ。誰が何を言っていた、あそうだよねって、それを持って帰ってくるのを話してくれるとすごいスーッと入ってくるんですよ。だけど例えば同じそのママ友と僕が直接喋った同じことを聞いてても多分ね、僕共感の度合いが多分その違うんだと思うんだよね。そう思うんだってそんなとこで悩むんだってなっちゃう。ちょっと距離ができちゃうんだよね。そうするとあ明らかにこの人共感してないなってバレてるから、あまあ向こうも話乗らないよねっていう、そういう要素あるんでしょうねきっとね。だから結構話聞こうと思って、一緒にね喋る人なんだけどこうは出てこないなっていう細かいところまでママ友同士で喋ってるっていうのねはっきり感じるんですよね。それをねなんか昨日聞いててめちゃくちゃ面白いな。で今日は僕がパパ友と2人でスラムダンクの映画を見に行くんだけど、まあその後ね夕食ご夕食一緒するとかぐらいすると思うんだよ。でまあいろいろ喋ると思うよ。けど何を喋るか別に何にも決めてないけどはっきり分かることはどうやらママ友の会でお話されたであろう話題と全く違うなっていうことだけ分かるんですよ。で俺子供の話もすると思うんだよ。でパパ友だからさ当然さあの娘がお世話になっておりますから入りで最近どうから入ると思うよ。でも大体行きしその映画館に行くまでの電車の中だけで子供の話は終わると思うで家帰って今日はお互いこんな話をしたよをお互い例えば奥様に向こうも言うだろうし僕も言うと思うんだ。今日はこんな話をしてきたよっていうの時に絶対その話す内容がね子供の話家庭の話ってならないなって思ってこれなんでなんですかこれなんでなんですか。もうだって行きしの電車でああそうなんだっつって情報だけ把握したらあの出さってなってオッケーってなって、なんだろうそんなに記憶に残るでもなく、でも重要じゃないって思ってるわけじゃないんだけどね。あの繰り返して何度も掘り下げるようなことをしないだろうなと。いやなんかこうまだやってもいないことだから決めてもしょうがないんだけどいやでも毎回そうなの、毎回そうなんですよ。これはすごいその、あこの差なんだなって、その高松先生が花丸学習会のさあの高松先生がねお父さんはこうだよお母さんはこうだよっていう風にセオリーで整理されてたと思うんですよ。でそれはなんていうかあのもう明確にねあの脳みその性質として、こうなるよっていうことを整理されてるわけですけど、ママ友の会で話されてきたことを妻から僕が聞くっていう話と、僕がパパ友の会に出かけて行って散々喋って、それを今度妻に僕が話すっていう話の全くこう質が違うってことにめちゃくちゃ現れてるなと思って、それねこうこんだけこう何も喋っていないこれから先の話なのに
未来が見えているような気がしてめちゃくちゃ面白いなと思って。あかねさんおはようございます昨日は良かったですね。前半であきらさんとぜんくんの2人のあラグビー行ってたんだ。お二人のね近鉄特急内でのイチャつくぶりが眩しすぎて俺はちょっと今めちゃくちゃ焼けてますっていう話を しておりますよかったら後で聞いてくださいだいぶ尺使ってんだいやもうちょっとアキラをいじりすぎたっていうのはありますけどごめんねアキラさん、怒らないで怒られても俺笑っちゃうと思うけどでもねそのアキラさんが要するに講師とかインストラクターとか舞台の上に立って最高に輝いてる大人っていう立ち位置ではない参加者なわけなんですけど、善くんから見て明らかにキラッキラした大人として映っているっていうことが昨日の放送の善くんのね、最後の方だったと思いますけど、本当にそれがよく表れてるなと思ってて、善くんの放送でさ20分も喋って、いつもの 4,5 倍喋ってたでしょよっぽど楽しかったんでしょうね、うん、でなんか本当その舞台の上に立つ人もボランティアで支える側の人もまあその一参加者だったり周りで見守るであったり誰どんな立ち位置でもいいんだけど、周りにいる大人がいかにキラキラしとるかっていうのは、それが教育の全てやなと。何を言葉で教えるかとか、どんなプログラムを提供するかとか、まあ、もちろん大事なんだけど、で高山先生のセオリーで要するに、まあ、勉強のモチベーションとしてどうやって火つけるかみたいな話も、それももうめちゃくちゃ的確でありつつ、そのちょっとそのところの話をすると、要するに世の中にキラッキラしてる大人が増えりゃいいんだなとその一点につけるねっていうねその小学校の教育はどうあるべきかとか、中学校の教育はどう変わるべきかとか、まあいろいろあるじゃないですか、なんか話として大きな話っていろいろあるんだよ。でももう その死ぬもの関係ないなと。何をやるかもいいんじゃない、どれであってもチャレンジであれば。で大人がキラッキラしながらまた失敗したわーって言いながら、これもちゃう下田これも違うわーって言いながらアキラさんみたいにサイクリングこれ間違えましたーって言ったらいやでもさ間違えて、でも仮説を自分で持って、それを仮説が間違ってるかもしれない確率の方が高いのに、それ勇気を持って年下のインストラクターにとかくにさしっかりぶつけて、こうですよって書いてきて、ああそうかっつって受け入れて、それでこうまた必死こいてさ、なんだろうな、うまくまとまらないけどかなり進歩したぞ、俺40だけどまだいけるって思ってるわけ、すっげえ信じてるっていうことが、まあ善くんから見たらめちゃくちゃキラキラしてたと思うんだよ。でも俺それで全てだなと思ったんだよね。でそういう大人が集まる場所を作るのが、まあ、まずその最初なのかもしれないですね、学校の教育ってどうしたらいいのっていう話は、まあだから今いらっしゃる学校の先生がこれもした方がいいとかあれもした方がいいとかこうしない方がいいとか、そういうのももちろん一つ一つ大事なんでしょうけど、学校の先生がなんだかんだと苦しくなる状況がたくさんあるんですよ、要素としてね。それをまず取り除いて学校の先生が何こう思い通りにチャレンジできて思い通りに失敗して、失敗していることをめちゃくちゃ楽しんでるっていう、まあ、キラキラした大人の状態に戻してあげるっていうか、本来の
先生たちみんな本当はそうだったはずなんですよね。本来の先生たちのその姿に戻すのがまあそれで全てなのかなっていうね思いましたよね。それを善くんの放送20分聞いて、その後あきらさんの放送聞いて、全然どうでもよくないちゃんとした話を聞いて最高だなと思ったっていう話をしておりますだいぶ尺取って話してます。繰り返し同じことを言ってます、はい、ということで、まあめちゃくちゃ今日もね、だいぶ喋っちゃった、はい、今日も皆さんね、良き一日をお過ごしください。今日誰と笑いますか。じゃあね、上機嫌に過ごしてくださいね。じゃあね、中谷さん。